続いてもこの特設ステージからお送りしたいと思います。続いてはですね、スワローズのネクストジェネレーション、若手選手によりますトークショーを行いたいと思います。はい、それでは参加してくれる選手をお呼びしたいと思います。どうぞお入りください。どうぞお入りください。さあ、ネクストジェネレーションということでね、お越しいただきました5名の選手、これからお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、それではご紹介していきましょう。プロデビューがクライマックスファイナルステージ、来シーズンはどんな活躍を見せてくれるのでしょうか。背番号23、山田哲人選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。そして2年目の今シーズンは1軍での登板機会こそありませんでしたが、来シーズンへ向けてさらなる飛躍に期待、背番号67、平井亮投手、お願いいたします。そして3年目の今シーズン、9月27日の阪神戦でプロ初勝利、着実な成長を遂げる背番号45番、木戸川亮投手、よろしくお願いします。そして今シーズンは13試合に出場、未来の正捕手として期待される背番号52、中村悠平選手です。よろしくお願いいたします。そして先ほどステージにも上がってくださいました、はい、今シーズンは12試合で6盗塁と快速の片鱗を見せ、来シーズンのレギュラーダッシュに燃える背番号50、上田剛選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、という5人の選手であります。ではお座りください。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。マイクが1人を1つありますので、もう手に取っていただいて、もういつでももう喋っていただきたいと、みんなで和やかにトークをしていきましょう。はい、さあ、皆さん寮生なんですよね。戸田寮に皆さん今住んでらっしゃるということですけれども、はい、なので皆さんのことは分かり合って、ね、分かり合ってるということでよろしいでしょうかね。山田さん、どんな生活を送っているんですか、戸田寮というのは。もう規則正しく規則正しく、はい、何時頃起きるんですか。はい、起きるのは何時。起きるのはもう7時過ぎぐらいです。7時過ぎぐらい、はい。で、朝食を食べて、はい、そっから、それから朝風呂か。朝風呂、シャワー浴びて。あ、朝派ですか。はい、夜は。夜も入ります。夜も入る。はい、2回1日2回です。1日、あ、3回ぐらいかな。あ、そんなに入る。試合終わった後のちょっと体流して。へ、1日2回以上入るという方、はい、いらっしゃいますか、お風呂。あ、皆さん全員ですね。へえ、佐野さんは1日何回ですか。あ、もう0から1ですね。ゼロって言っちゃったら嫌ですよね。ありますよ、ゼロも。まあ、どっかで入るかな、1かな、やっぱり1ですか。はい、はい、うん、なるほど。さあ、皆さんにお話を伺っていきたいんですけども、はい、伺っていきたいと思いますが、今シーズンを振り返って、うん、振り返って、そうですね、まずはそれいただきましょう。はい、はい、山田選手からお願いします。どうでしたか。いや、一軍登録されたのがクライマックスだったのでねえ、まあ、緊張したんですけど、びっくりしましたけどね。いつ知ったんですか。は、行くぞっていうのは。試合始まる1時間ちょっと前ぐらいですね。そのくらいですか。そこで先発で行くぞという。はい。はあ、どんなお気持ちだったんですか。いや、もう最初はもう、まあ、緊張して、もう頭真っ白になったんですけど、まあ、急いで準備して準備して、はい、で、実際に体験してみてどうだったんですか。いや、味わったことない雰囲気だったんで、まあ、ちょっとガチガチになったんですけど、まあ、まあ、冷静に落ち着いて頑張りました。来年の経験にはなりましたか。そうですね、まあ、生かせたらいいと思います。はい、さあ、そしてクライマックスシリーズファイナルステージだったっていうのがもうちょっと予想、誰も体験できなかったような体験ですもんね。いきなりね、貴重な体験しました、はい、そうですよね。いきなり勝負の場所でスタメンですからね。上田選手も一軍での活躍が、うん、足でも今シーズン見せてくれましたけど、ね、12試合6盗塁ですもんね。どうでしたか。ありがとうございます。はい、どんなシーズンだったんですか。前半戦はなかなか1軍の方で試合に出なくて、まあ、今年はちょっとないかなと思ったんですけど、まあ、最後、ああいう優勝争いする
緊張がある中で、試合ができて、まあ、クライマックスも、試合に出れてすごい、来年につながる、はい、シーズンだったなと思います。ですよね、はい。そして足がすごい速いっていう、うん、足がすごい速いというチームの中では、はい、チームの中では足は何番目くらいに速いですか？いや僕はあんま速くないですよ足は。そうですか、はい、え逃げ足だけは速いですけど逃げ足の方ですか？足だったら僕より山田の方が速いです。あそうなんですか、はい、そうです。自信はありますか？まあ50m 走とかそういうのはちょっと自信あるんですけど、 100m とかそういう盗塁とかの何ていうんですか、盗みとかなるほど盗む、まあある意味逃げ足みたいになるのかな。まあスタートとかがちょっと苦手なんで、まだ平井は手出すのが早いです。え手出すの早いですか？平井は手出すのが早いです。え平井さん手出すのが早いですか？平井と何の手ですか？どういうことですか？何の手ですか？いやそれはちょっとピーでじゃあ平井さんに聞いてみましょうか。いや上田さんには負けます。上田さんもなんかピーですか？ピーな感じですか？いやここに一番速いやつがおりますから。何が速いんでしょうか？ちょっと待ってください。いきなりの開始がそれですか？いや確かに上田さんは寮長とかにから逃げるのがとてつも早いですね。あそうです。悪さして寮長が怒ってたらもういないみたいな、あその時にはもういないんですね。もういないです。なるほど。でやらなかった人が怒られちゃったりしてね。そうです、ごめん僕がいつも代わりに怒られてるんですけど勘弁してください。どんなことで怒られるんですか？はい、どんなことで怒られるんですか？いや寮の朝食が7時半から8時の間に食べないといけないんですけど、まあ、それに遅れてきたりとか、まあ、しょうもないことなんですけど、すぐいつも怒られてます。で代わりになんか僕がなんか受けてるみたいな。8時過ぎても食べさせてはもらえる？もらいます、もらいます。いいですね。はい、ビップス8時何分ぐらいに行くんですか？まさか9時とか10時とか。8時10分ぐらいですかね。10分遅れですね。10分遅れ。いつも食堂のおばちゃんが電話かかってくるんですよ部屋に。それで起こされます。それで起こされる。あそうか、じゃあもうちょっと早く起こしてくれればいけるということですかね。そうですね、はい。目覚ましだけちょっと早めにセットしてた方がいいですね。そして平井選手、1軍での登板機会はなかったということでありますけれども、どうですか1軍の試合とか、まあ、クライマックスも含めて見ていてどういうふうにお感じになってるんですか？そうですね、すごい、大事な時期に、1軍、初昇格ということで、上げてもらったんですけど、まあ、結果は投げられず、投げれずじまいで終わってしまったので、はいはい、自分自身本当すごい悔しい思いしたんで、まあ、もう今年は終わってしまったんで、うん、次は来年になるんですけど、うん、この悔しさを忘れないように、うん、来年につなげたいと思います、うん。ベンチには座ったけれども投げる機会がなかったという。そうですね。でも得るものはやっぱりありましたか？もうそれはもう本当たくさん、うん、いろんな意味で、うん、はい。なんかこの選手にこう言葉をかけられたとかすごい印象に残ったのってありますか？いやもう本当、ピッチャー陣の方も、野手の先輩方も、すごい僕試合に投げてもないのに、こういうところが大事だとかこういう場面では、こういう気持ちでということをすごい、分かりやすくというか親切に教えていただいたんで、はい、あそれで教えてくれるんですね。そうですね、でもそれだけでもね、いいね、上がった甲斐があったということですもんね。さあ続いては日高投手、はい、プロ初勝利が9月27日の阪神戦ということでおめでとうございます。ありがとうございます、何か初勝利を挙げた時というのはどういうふうに思ったの？いや全然実感は湧かなかったんですけど、すごい後から皆さんに褒めてもらって嬉しかったです。何かその後なんか気持ちもそれからピッチングの内容みたいなものも変わったことってのはあるんですか？いやもう毎日緊張して、欲しいんですけどね。なんか最近何か面白いことありました？戸田はマジで幽霊むっちゃ出るんですよ。本当ですか？やばいよな。やばいっす。本当ですか？僕の部屋やばいっす。こいつの部屋やばいっす。やばいっす。はい、何かありました？勝手にテレビついたり、音楽流れたりして、もう夜寝るの怖いんで、大変です。本当ですか？はい、やばいです。僕増渕の部屋で2回金縛りあったんですよ。本当です
ですか、はい、ちょっと松村さんスポルトで取材行ったら、ちょっと行かせてもらってもいいですか、うん、僕ももうなんか1年目なんですけど、はい、この1年間でもう20回ぐらい金縛りあって、それが部屋変えてくれとかそういう話にならないんですか、はい、朝飯だって固まってきますからねこいつは、本当ですか、かかったまま心配です ね、 かかったまま試合に入るの嫌ですよね、でもね、プレーにも支障が、ね、出ちゃうかもしれないですけどね、それ皆さん誰も否定しないですけど、みんなそうなんですか、それ本当の話です、いるよね、普通にいるよね、本当の話、皆さん知ってました、いますよ、そう、見える人がいるんですよ、誰ですか、誰だっけ松井純さん、松井寮長、松井寮長見えるんですか、寮長見える、見えるみたいです、寮長が連れてきてるんじゃないもしかしたら寮長の弟子なんじゃない、なんだろう、寮長が連れてきてるんじゃないですか、そしたらね、そういう能力がある人に集まるってよく言いますけどね、寮長ピッチャーが、寮長から生まれてるんかもしれない寮長から生まれてるんだ、でも皆さんそれを乗り越えて、それ乗り越えてのクライマックスってことですか、そうです、そういうことです、あ、なるほど、怖いな、それは寮の方に、寮長とかにその何とかしてくれっていう改善策みたいな案は出したりしないんです、去年か一昨年にお払いはしたみたいなんですけど、まあ、聞いてないですね、本格的なんですね、本格的ですね、松村さん霊感あるんですか、あ、私もないんですよ、金縛りも本当に一度もないぐらいの、僕もあまりないですね、日高さん、はい、何かありますか、なんか振らないとなんかいない4人で喋ってるよう なんか感じになっちゃうんで、3年間寮にいるんですけど、一度も会ったことないです、ほらいた、一度も会ったことない人、嘘じゃないですか、山田さん、嘘でしょ、マジで、夜寮で寝てないんですよ、寝てます、あ、そう、何してるんですか、読書です、読書、もう漫画にしてもらえますか、もう多分読書っていうほどのもんじゃないような気がしてきました、はい、ということですが、あ、それから秋季キャンプ、秋のキャンプ、行ったそうですけれども、どうですか皆さん、その感想をいただきたいと思うんですけども、上田さんからどうですか、秋季キャンプの成果みたいなものは出ましたか、はい、秋のキャンプ、秋季キャンプですか、は、ランニングとかの量も毎年多いんですけど、今年は特に、かなりの量走ったんで、あ、そうですか、はい、あ、まあ、あと夜間練習とか、ミーティングとか、はい、もうみっちりですね、そしたら、はい、ミーティング、夜のミーティングがあって、あるんですけど、もうその時にこいつが、中村さんが、はい、伊勢さんがずっと一生懸命書いてるのにケラケラ笑ってるんですよ後ろで、ミーティング中、どうしてそんな笑ったりするんですか、いや、ちょっといろいろエピソードがあったんですけど、たまたま携帯を持ってまして、でメールが来たんで、こう見たら先輩の森岡さんっていう方がメール来たんですよ、それで、あ、なんか画像がついてると思って画像を開いたら飯原選手の変顔だったりとかしてたんでそれを見てしまってそれを見て、もう震えちゃって、変な汗かいてこんなになったんですよもうみんなに伝染しちゃって、違う、その飯原さんの画像があって、で中村なんで笑ってるのかって見たら、携帯をこうやって僕に見せてる、あ、見せてるんだよ、で僕も笑ってパッて見たら、飯原さんがそこにいたんですよそれで吹いたよね、もう、なんか厳しいんだか楽しいんだかってね、楽しいそうですよね、たくさんありそうですね、日高さんはどうですか、秋季キャンプ、読書ですか、読書ですか、読書です、読書キャンプ、はい、はい、わかりました、ここでおっとっとっと、先輩が来て叩かれましたよ、畠山さん、え、何だったんですか、何だったんですか、え、特別です、何か言われました、得意の冷やかし、何か言ってきました、あ、得意の冷やかしなんですか、そんな秋季キャンプを経て、はい、そんな秋季キャンプを経てということですよね、はい、ということで、若手選手5人の選手にお話を伺いました、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、来シーズン期待してますんで頑張ってください、ありがとうございました、
さあ皆さんよくね、まあ、もうご存知かもしれませんけども来シーズン活躍すると思いますので顔と名前と背番号と、ね、覚えていっていただきたいと思います。